皆さんこんにちは、ミーレジェンド大林です。 CC スクワットの解説をしていきたいと思います。これスクワットのバリエーションの一つで、大腿四頭筋の筋肉を鍛えるトレーニングです。自重のトレーニングなので自宅でしかトレーニングができないなんていう方にもすごいおすすめの、非常に負荷の高い種目なので、ぜひぜひ挑戦していただければなと思います。この CC というのはですね、めめしいという意味なんですけども、そのね、言葉に反して非常にきついトレーニングなので覚悟をしていただければなと思います。やり方なんですけども、柱でも壁でもいいので、片手ついていただいて姿勢が安定するようにしていただいてですね、足幅はまあ腰幅ぐらい、つま先は軽くハの字に開いていただくのがやりやすいかなと思います。で、この立った姿勢で背筋を伸ばしたまま、腰をぐーっと突き出すようにしてしゃがんでいきます。腰と膝を突き出すようにしゃがんで立ち上がる。という感じです。しっかりですね、このぐーっと下ろした時に前ももの筋肉が伸びているのは分かると思います。非常に負荷が高いしんどい種目なので、ぜひぜひね、トライしていただければなと思います。それでは今回は CC スクワットの解説をさせていただきました。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。